はい、皆さんこんにちは、釣り坊主です。そうですね、今日は簡単な釣り、アジングタックルでできる簡単な釣りをやろうと思います。ジグヘッド、今これワームを外してですね、餌をつけてやろうと思います。1g、 何魚種釣れるかな。アコウのキーホルダー出ました。タケノコメバル、これはタケノコや。ほら、キーホルダーサイズタケノコ。これ水族館できますね、これね。ふれあい水族館ができます。はい、タケノコちゃん。あ、水族館作るのもいいかもしれない。またタケノコやん。タケノコに メバルの季節になった。本メバル出た。ほら、飛び出してきた。うわ、昨日からメバルが出るね。ほら、メバル。11月になったんでメバルが出始めましたね。はい、この感じ。 17.5 ぐらいあるメバル、17から 17.5 ぐらいのメバルが釣れました。はい、今年初物なんでリリースしてやろうね、こいつ。よし、ありがとう。タケノコ狩りか。めっちゃ可愛いタケノコ。ジグヘッドです、はい、ジグヘッドにです。見えたね、こいつ。出た高級食材。
アコウ、アコウの子供3匹目。これは弱い者いじめやな、この魚釣り。アコウです、高級食材。これジグヘッド。ちょい投げヘッドにしましょうか。これで外しちゃう。当たる気が取れんだよ。それ絡めてんだよ。数少ないのか、今年。これはいいのが釣れた。お、これでかい。この鏡取りすげえ。どうやな、このサイズ。うちでかい、これ。おっと待て、うわすごい鏡取り。今度はハゼ。日本語はないけどさ、腰痛。地合い地合い。
これでかい。これタケノコ。これリリース。なぜかと思ったのに。何これ。めっちゃ釣れるぜ。あ、これカサゴだった。カサゴ出た。何品目目？これカサゴです。ほら、カサゴ。ね。カサゴでしょ。はい。7品目目ぐらいないか。10品目いくな、これ。よし。いいハゼ出た。ハゼがいいわ。おいっす。お、大きくなったね。大きくなったね。今何歳になった？8歳。8歳？すごい。食べるようになったんだよ。前で全然食べないから。おお。ああ、これ。あら。何今日何来た？誰かわからないね。友達。こんにちは。こんにちは。お、すごいね。ちゃんと話ができるようになったね。前は話さないんだけどね。4歳は喋れない。ね。幼稚園の頃から。幼稚園の頃やからね。何が釣れた？何じゃこれ。ゴンズイか？お？もしかしたら。あ、触らんでよかった。何？ゴンズイ。ハゼハゼそうかと思ったらハゼかと思ったらゴンズイやん。触らんでよかった。はい、ゴンズイ。これ毒があるけね、触っちゃダメ。ゴンズイです。ゴンズイっていう魚、毒がある魚です。これ触っちゃダメよ。いいんですか？うん、危ないケースは触っちゃダメよ。TikTok もやる。TikTok？ TikTok もやる。アナゴじゃ、でかい。何？鹿なの？はい、もしもし。いやいやいや、もうちょっとしたら帰るよ。うん、よっしゃ、釣れた、アナゴが。これを釣りたかったんよ。触っていい？うん、それダメよ。アナゴ一回捨てられたけね、覚えてないやん。俺が釣った大きいアナゴをね、海に捨てたんよ。ちっちゃい時に。捨てちゃダメよ。俺今日アナゴが食べたくて釣ったよ。やっと釣れた。マヨ釣れ。もうさ、うん、投げないよ。投げちゃダメよ。捨てる。ねるねる。気持ち悪い。ヘビみたい。お父さんが釣るよ今から。お父さん昨日2匹釣ったけどね。じゃあこれだけは私はいじっちゃダメってこと？え？うん、それいじっちゃ。15分です。頑張りましょう。15分後にアラーム。もう時間？うん。帰る？キビレじゃ。え？キビレ。毒はないけど、キビレだし。心はいいよ。キビレやな、チーム。はい。
これいいチームやな。また来たよ、ヤス。ヤス捕まるよ。昨日の話もちょっと YouTube に載せたね。このアナゴしかも。なぜかまバチでかい。なぜかこんなの釣れるのアナゴ。なぜかなぜか運が良くなったぞ。あれハッピージャンキーのおかげや。魔法間違えたかな。あ、運悪い呪いだった。私は地合いか。地合いなんかな。いい呪い。唐揚げ。唐揚げ食べた。面白い方がうまいよ。あ、天ぷらね。天ぷらの方がうまいよ。すごいね、お父さん料理ができる系。お父さんすごい、うん、そのエビを一匹もらえんやろ。あるこれをね、こんぐらいの3個ぐらいに1個切ってから こんな感じですけど、ちょんがけで。おー、そんなもんです。そうそう、俺いつもこんなんよ、チヌするとき。ほんとに本当だって、トウモロコシぐらいの大きさにしてから釣るよ。ああ、そうなん。うん、その方が口にパクって入るやん。大きかったらさ、口に入らん。冷たいんで。3匹目よ、このサイズよ、全部。めっちゃ、マジか。全部このサイズよ、ハゼ。ここ。これはいいですよ、今日。鏡取りもでかい。うん、これ最強の餌です、これ。ブトエビ。皆さん、ジグヘッドにブトエビですよ。超簡単な仕掛け。こんな感じ。ジグヘッドにブトエビのおさあ、ちょん切り。おお、なんか来てるわ。芋や。芋パンが釣れた？釣れたらしく、母ちゃんがよろしくお願いします。コメントは TikTok ややってるのでね。よろしくお願いします。うん。まだすごそうです。はい、ヤス君もアナゴ釣った。アナゴじゃねえ。その仕掛けは何ですか、ヤス君は。吸い込み針。吸い込み針でどうやってアナゴ釣ったん。吸い込み針の一個ずつに餌つけたん。そうそうそう。すごいね、アホみたいな仕掛けですね。親父のヒントでも言うべき。そうなんだ。ヤス君は昨日警察に捕まりました。警察捕まったよね、密漁しようって。実はね、ヤス君ね、昨日ね、カニを取り寄ってね、警察パトカー4台来たらしいです。パトカー4台ですよ。あたあた、捕まれた。それが、カニを取るのは問題なかったんやけど、ナマコの密漁と間違えられたみたい。
皆さんなナマコ取っちゃいけんですよ。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。さっきから何回も噛まれアナゴに噛まれてます。ヤス君がねアナゴに噛まれちゃうよ。さあ、今日ではこれでお別れしましょう。バイバイ。バイバイ。グッドボタンは？グッドボタンお願いしますって言って。ありがとう。ハッピーハッピーなら、3回ぐらい言ってみる。じゃあ、バイバイ。